ストックボーイとはお店を運営する要心臓です。上田匠です。トモスで7年ほど働いてます。僕はこの会社に入社してからなんで19の時に興味は持ったんですけど、購入したのは22、23の時ですね。パーツは自分で選んでやってくださいって言いました。いつもフリーギアではなくて固定っていう、このずっと足が回転してる状態っていうのがまずものすごく好きで、その中でもトリックどうこうというよりもスピードが僕は一番好きです。フィックスドギアは風と自分が一体になっている感じですか。バス釣りにハマったのは一番最初は小学校の頃、友人と、今一緒に行ってる友人との父親がハマってたのを僕らがそのまま受け継いだって感じです。何考えてるかはやっぱ東京にいるんで全然静かじゃないですか、その東京に比べたら。その静けさと竿を投げてる音が僕は一番好きです。でもその釣りに関して言うと静かだから好きっていうんではなくて、まあ、静かなのももちろん好きなんですけど、その釣れた時の興奮っていうのがたまらないです。基本事務所にもいるんですけど週4日から5日は店頭には絶対に行きますね。長い時は1日で5時間ぐらいは過ごします。裏で事務作業したり、ストックも触りますし、リーオクラシックのいいところはハイテクもローテクもバランスがすごいいいところですね。今回の別注に関しては新宿をテーマにして、ネオンですね、新宿のちょっと汚い感じで言ったらあれですけど、ネオンの感じをうまくデジタルカモで表現できてると。ストックボーイに重要なのは、豆で記憶力があってなおかつスピーディーな人間です。それもさっきのあれと被ってしまうんですけど、もうお店を本当に運営する要だし、表舞台に出てこないけど裏でのもうなんていうんですかね、縁の下の力持ちじゃないですけど役割。